し、それでは早速みんなでチョコ作りだ。みんなで美味しいチョコを作ろう。頑張ろうね、怪盗さん。うん、そうだね。でもその前に、チョコタ君はいっぱい泣いて疲れちゃったみたいだから、チョコができるまでゆっくりさせてあげるのはどうかな。確かにそうだな。それじゃあすまないが、チョコタを連れて行ってもらえないか。うん、じゃあ一緒に行こうか、チョコタ君。大丈夫か、歩けるか。それじゃあみんな、チョコタ君とバイバイしよう。また後で会おうね。つかさくん、どうするつもりなんだろう。心配だけど、ちょっとワクワクするな。それでは改めて、みんなでチョコ作りだ。頑張ろうね。おお。それじゃあ、チョコをたくさん食べるのに、作り方は全然知らない怪盗さんにチョコの作り方を教えてあげよう。まずは何から始めるんだったかな。はい、そこの手を挙げてる子。そうだね、いろんなチョコがあるから、そこから選んでいこう。なるほど。うん、ずいぶん種類があるようだが、どのチョコにすればいいんだ。僕はビターもいいと思うんだよね。で、どうする。待て待て、全部入れるわけにもいかんのだ。じっくり選ぶぞ。ならばこのチョコにしよう。チョコタの色によく似ているからな。じゃあミルクチョコレートだね。優しい甘さですっごく美味しいよね。それじゃあこれをどんな形にしていこうか。みんないいアイディアはあるかな。いいアイディア出すね。どっちがいいかな。ねえ先輩、チョコタくんの形のチョコはさすがに作れないよね。そうだな、一からデザインをするのは時間稼ぎにはいいが、ショーとしての間が持たん。となると無難にハート型が良さそうだが、いや、チョコタはここのマスコットキャラクターだ。ということはその方も探せば。あった。おお、さすが先輩。よし、おほん。今まで俺とチョコタは会えば喧嘩ばかりしていた。あいつはいつも俺がチョコを食べようとすると邪魔をしてくるからな。だが今日はあいつのおかげで俺が知らないチョコの価値を知ることができた。感謝している。そこで今回作るチョコはチョコタの形にして仲直りの証にしようと思う。それすっごくいいと思うよ、怪盗さん。うん、それではチョコタのチョコを作るとするか。みんな形を決めたら次は何をするんだったかな。湯煎が終わったら型に入れ、冷やしてトッピングをして、それで終了だ。あまり引き伸ばすとショーとして違和感を持たせてしまうことになるが、チョコタは秋とは間に合うか。
落ち着きましたか？なあ、俺はあの怪盗役の、まあ知り合いっす。まあ大丈夫じゃないっすか。あの人こんぐらいで怒るような人間じゃないと思うんで。それよりショーの方に戻れそうですか？できれば全員で終わりにしたいみたいだったんで、戻れそうなら戻ってもらえたらありがたいっつうか。どうしたんすか？浜野さんには何やら事情がありそうなんだが、それでもショーを続けたくはあるようでな。何かあったんですか？急に泣き出したり苦しそうにしたりしてますけど、それでもステージには立ちたそうですし、もしかしたらなんか辛いことがあったんじゃないですか？なるほど、そうだったんすね。とは言ってるが、顔色も良くねえし、涙も止まってねえな。あぶね。大丈夫っすけど、あんたやっぱり出るのは難しいんじゃないっすか？あんたにとっては些細なことじゃないんじゃないっすか？俺もステージに立つ側の人間なんで、その気持ちはわかりますよ。ただ気持ちはそう簡単に切り離せないんすよね。責任感とか使命感だけじゃどうにもなんねえ時もありますし。でも
これは俺がそうだったってだけなんで、アドバイスになるかわかんねえっすけど、仲間がいると最悪な気分の時もいい歌が歌えるんすよね。今回でいや、あの怪盗っすね。あいつずっと気にかけてましたから。泣いてたあんたも笑顔で終われるようにしたいって。だからまあ今だけ同じステージに立つやつの力借りる気持ちであればちょっとはうまくいくかもしれませんよ。まずい。そんじゃやっぱりあんたがチョコタ役だな。